まず何から出すんですか。いや、こちらこそ。乾杯。いただきます。やりましょう。ようやくまともな飯が食えそうですね。絶対美味しいよ。潮風が。お願いしますね。終わりますよ。楽しみ。まず何から出すんですか。まずは、うん、刺身かな。刺身。いいですね。富山の幸を食らいつくスタイルか。ケイマチあだます。いただきましょう。やっと飯だ。よし、お疲れ様です。染み渡る。内臓がびっくりしてるね。飯じゃねえのかっつって。またビールかっつって、ね、浅井さん、いやいいね、ね、はい、しかも銀座赤坂で、みーちゃん何年でしたっけ。もう14年ですね。14年間修行している。14年も何かをやったことがないの、まだ。確かにこれも仕事13年だったわ、ね、すごいよね。もう取れたな。言わないでください。言わないでください。もうつけたけど、もうつけた。ボーボーだよ。ボーボーだよ。でかこのサバ。手際が手つきがもう違うもんね。ムービーの頭は後で唐揚げにしようか。うまそう。やばい、キャンプっすよ。お待たせしました。うまそう。うわー、なにこれ、やばいぞ。乗っちゃってる桜が。本当だ、もう春が近いですね。甘エビの鮮度がねえ、ツヤツヤ。食べましょうよ、みっちゃん。食べましょう。いらねえ。いや、食べるわ。じゃあちょっとマグさんか。うん、うん、ヒラメっていいっすか。うんうん、うまー、うまい、うまい、すごい。まだ仕上がってんな、本当に。全部だろうけど、ラーメンもうまい。
うわぁ甘エビ。甘エビうまい。うまい。乾杯しましょう、乾杯しましょう。ちょっと甘エビを口に含んで、含みつつ、甘エビの旨味を口の中に、うん、甘エビ出し入れしつつ。ニューコンティニューお願いします。あ、ニューコンティニュー早いな。すいません、すいません何もしてないです。早いな。よし、ありがとうございます。甘い、超うまい。うん、あうわ、もう出るしたところから。どんだけでかいんだろう。これが唐揚げになっちゃうんですか、親方。唐揚げになっちゃいます、ね、大将。じゃあ唐揚げでいっちゃうよ。宇宙船みたいだもんだってね。そういうことですね、親方。引き方がすごい。ずらしながら皮だけ切ってくる。皮はどうするのこれ。これもね、あんまり食感が良くないからね、だいたい捨てちゃうんだよ。へえ。そうそうそう。お仕事見てるだけですごく酒を飲めちゃうね。ね。寿司屋のカウンターにいるみたいな。ね。昨日あんなひもじい思いしたのに。確かに。どういう味付けでいくのか。そうですね。シンプル。薄口だけなんですね。薄口のみ。へえ。あ、本当に薄いんだ薄口って。薄いけど塩分は濃い口より高いんですよね。あ、へえ、そうなんだ。色が薄いだけなんですか。で、香りが強い。うーん、だから水地、お吸い物の醤油はこっちを使う。素揚げ。いや、これで粉を。そんだけでいいんだ。さっと。さっとで、うん、へえ。やべえ、キャンプだよねこれ。うん、家庭でもできる板前の温度の測り方お願いします。もうちょいだね。で、天ぷら屋さんほら箸使わないから全部手でひっくり返す。ああ、本当に指でやるんですか。そう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 。へえ。箸使うとこのまま落ちちゃうから天コロつけた手でひっくり返す、うん、へえ。本当に。そう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 。あ、油の香りがしてきたね本当に。ね、これは完全にビールなんで。ビールですね。これは完全にビールなんで。わあ。いい音。キャンプです。キャンプですよこれ。そば飯か。周りがサクッとすれば指で。板前さんズボン履いていません。さっきジョイジョイになったから。え、エラちゃんスタイルで。あっちあっちあっち。すごい。なんかタコってもっとバンバン跳ねるじゃないですか。うんうんうん、最初に水分ぐっとやっていたからですか。そう、あと跳ねるところは切っちゃったから。それがさっきの、ビラビラ。いや、このカットしたやつがこう、この空気の膜が、空気の塊があると跳ねるんで、それが膨張して。なるほど。それを取っちゃえば跳ねない。そうなんだ。タコイコール跳ねるものだと思ったけど。どうぞ。あ、すいません。うわ、うまそう。これこのままで。タコからいただきます。いただきます。うんうんうん、口に入れた時の食感が違う。うん。え、
そして薄口醤油だけなんだよね、これは。味がすごい。なあ、みちょもらっていいですか、もう。もらっていいですか。じゃあ。はい。うん。ビールめちゃくちゃ合う。絶対ビールでしょ。うん。うん。うわ。甘エビ揚げちゃいました。うん。ねえ。食べてください。甘エビの頭。いただきます。いただきます。ビールがもう終わっちまったんだけど。じゃあ視聴者さんにいただいた縄文のホムラ、特別本醸造生原酒。生原酒。アルコール度数何パーですか？20度。20度って酔っ払っちゃうわ。これで一緒だもんね。ね、書いてます。1.8 リットルだっけ、うん、あ、1.2 リットルでしたっけ。 1.8 が一緒。いきますね。はい、お願いします。よいしょ。お、おお。一番珍しい酒をくれって言って買ってきてくれたらしい。あのね、視聴者さんがね、うん、よいしょー、来たー、いい煮付けです。赤松これ7グロね。7グロ。これが地浜のハマグリの酒蒸し。やば。よし、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう、本当に。いえ、とんでもない。いただきましょう。痛まえないと。痛まえないと。じゃあ、いきます。はい。胸筋脂が乗ってるね、うん、いただきます。うん、うん、うまい。うま。安かったのに。ね。ハマグリやべえと。おお。これはやりましょう。ください。お願いします。おーい。恵みを、天の恵みを。すげえ。すごいぞ、これは。これでなんか救うのが粋だもんね。はい、どうぞ。はい、みっちゃん、おざす。効くぞ、これは。なんせ20度だからね。20度。効くぞ。いいっすか。なしな。あ、すいません。あ、ちょっと、あ、まだ入れば。わかった。おー、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 おー。おー、おー、トナイト。よく言ってるけど、すげえつまんないよね。たまにはこうして型を並べて飲もう。いいね。求めたね。めちゃありがとうございました。いや、こちらこそ。乾杯。いただきます。すごい。すごい。マミヤ。俺めちゃくちゃ好きだよ、うん、これうまい。これ足んないな。足んない。うまいね。わ、これいいな。ただ20度なんで、これ気をつけましょう。なんですね、日本酒と。うん。よし、富山県。
みっちゃん釣れそうっすね。釣れそう。日に日に釣れそう。日に日に釣れそう。すごいっすね、あの何つんでしたっけあれ。山。背中の運動から力まない程度軽く手を握って腕と足の運動です。うわあ、結局曲げて出しましょう。やめろやめろ。なに、ここでここでラジオ体操してんの？ここでラジオ体操してんの？朝ごはん何ですか？朝ごはんはしじみの味噌汁と、はい、あと昨日干した一夜干しを焼いて。忘れてた。見に行こう。あった。めちゃ仕上がってますねこれ。卵の色は変わってるもん。すげえ。水分が完全に。完全にじゃないけど飛んでますね。いっかこれで。めちゃくちゃ仕上がってるじゃないですか。やべえ、うまそうだな、おい。山本くん、できたよ。いらねえ？いらねえか。すごい、うまそう。やばい。いただきます。いただきます。一応ありがとう。感動ね。いただきます。いただきます。感動ね。ああ。ねえ。もう肝臓生き返ったもん。うん。酒持ってこいよ。じゃあちょっと失礼して。うまっ。よいしょ。カレーこれ一匹もらっていいのかな。うん。山田君ないよ。出すしかないから。ないよ。いただきます。いただきます。あ、うまっ。卵の焼け具合はもう完璧。うん、好きなやつ。あ、うまっ。うわ、危ねえ危ねえ。